勧進帳っていうのは皆さんご存知ですよね。お寺とか神社がね、寄進を募って、それをこう誰々さんがいくら、誰々さんがいくらっていうふうにして、ノートを、昔はそうやって、それをちゃんとお役所に届けたんでしょうね。それを勧進帳っていうんですけれども、ちょうど安宅の関に通りかかった時に、白河丸、義経も弁慶もそういう勧進帳を募って歩く修験者の形をしてましたよね。さあ、それでは最後、今日の橋弁慶縁の深い勧進帳滝流しでございます。Thank you.
時間でございました。勧進帳滝流しでございます。